わからん会社でしょ。
正直好きです。否定はしません。私はスケベです。男前。私はスケベです。これ以上にありません。以上。そして役者が出てこない。極度の明るしもない。出勤出てきません。じゃあ今日皆さんを鈴木さんの話せたら、え、姉さん、ゲストから一言いただきたいと思います。え、姉さん、でもみんな責めないで、一生懸命ここの場所を務めるために、え、迷子になったんですよ。そんなゲスか、そんなゲスではない、ゲスではない、ゲスはクリーンだから。ゲスではないよ。ここで我らが娘さんがバッチリ取ってね、バッチリ取っていただきたいと思います。なんかコールはない。え、英語で。カルセ、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 カルセ。はい。スケベ、スケベ、スケベ。はい、ちっちゃいおじさん。はい。ご紹介ありました。スケベの名前です。まあ、女子のあのスケベっていうことで、まあ、親父だろ。ニヤニヤしてる。